カビン所は台湾本島の北東にある島である。行政区としてはキール西市中西区に属する。面下所後継所とともに北方三島と呼ばれる。海洋国家公園管理所は北方三島とその周辺の海域を海洋国家公園とすることを計画している。河平所カビン所は統計121度56分、北緯25度25分にある。 キールンの北東約3 2トル、船で1.6時間ほどのところにある。島の大きさは、東西が約1 7 6メートル、南北が約8 0ル、面積は約0.0304平方キロメートル、最高地点の標高は、海抜4 8ルである。北方三島の中で最も小さい島である。日本から台湾への空路で、過敏症を目視することができる。 カビンショの拡大写真。免科書目視から2分後にカビンショを見られる。カビンショは周囲が岩地であり、上陸が困難なため、有史以来無人島である。国民政府によりカビンショは軍事完成区域に指定されている。キールン市政府はカビンショと免科書を野生動物保護区としている。チンキケウホイク類の黒アジサシとマミジロアジサシが免科書と保刑書で、 まだ生存繁殖していると、キールンの漁民は示している。風が強いため、高木の成長には適さない。道東周辺の海域は良好な漁場となっている。ありがとうございます。